出して。はい、じゃあ、はい、ね、まあ、この間ぐらい見てください、ね、はい、あんまりあのカメラ目線だとそれはそれであれなんで、ね、じゃあ行きましょうか。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。火曜夜7時半のお楽しみ、ジミーと生かした、あっちや、ありがとうございます。大丈夫ですよ。そんなに怖いことはないですよ。怖い人ばっかりいる今日。なんか全然優しい人たちばっかりですからね。というわけで、バン、第168回のゲストはミュージシャンの春風さんです。いや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 、いや、のぶとい声援しかない。いやー、ということでですね、もうみんなもうね、あのもうこのニコニコしたもうね、あの答えてあげてください。あのまず一曲、はい、ね、あの曲紹介とね、あの同時に披露していただければと思います。はい、では一番初めにエールっていう曲を聴いてください。なんでもないような顔して、食べてね、多分それだけでも十分
ありがとうございます。Yes! ありがとうございます。いやー、素晴らしい。はい、ということでですね、はい、テロップが変わりました。白いのを出しとくとですね、白いのが基準になっちゃってですね、美白効果が薄れるんですよ。ということで、ちょっと黒いのをこう出すというですね、はい、ということですね。いやー、またなんでこちらにいらしてくださったんでしたっけ。はい、はい、先日3月30日に行われた、ハマーコバコさんって若手のミュージシャンをサポートするボランティアの団体の方々が主催した金の卵箱コンテストというのがあって、はい、それでの第1回だったんですけど、はい、それの初代グランプリをいただきまして、素晴らしい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でそこでいろんな方とお知り合いになって声をかけていただいて、あと、はい、このリアイズ TV への出演は、そのグランプリのショーとしてあって、それで伺きました。来させていただきました。 ありがとうございます。そうなんですよ、はい、3月30日にですね、浜松市で行われた、浜あこばこ主催金の卵箱コンテストでグランプリを。ありがとうございます。すごかったですね、あのイベント。はい、すごかった。すごいレベル高かったっていうか、どうです、はい、グランプリになった瞬間の気持ちって思い出します？もう思い出します。本当にみんなすごく素敵なアーティストさんが7組だったんですけど、はい、みんな素敵で、もうなんだろう、もう私はむしろ自分が選ばれるという選択肢が頭の中になかったので、あ、もう誰なんだろうなみたいな感じでワクワクしながら、誰になってもおかしくないなと思いながら、すごいなんか、はい、楽しみだなみたいな感じで、ニコニコしながら結果発表を待ってたんですけど、はい、そしたら私の名前が呼ばれたので、なんかえってなりました。めっちゃ笑顔だったじゃないですか。パーって感じだったじゃないですか。あれはやっぱこうなんかびっくりしすぎて、びっくりしすぎて、なんか笑いが止まらないみたいな。あー、すごいですね。だからこう、なんだろう、なんか私がなって当然だっていう笑顔じゃないんですよ。それはもう分かったんです。みんな分かったんですよ。でも、あ、人はこう、なんかびっくりすると笑顔になるんだよ。本当になんか、笑いしか出てこない。すごかった。嬉しい気持ちとびっくりしてる気持ちと。もう本当に。そうなんですよ。ドヤーって感じの笑顔じゃなかった。いや、本当にね、実は私、審査員を、仰せつかりまして、いや、そこは拍手するとこじゃないですからね。ということで、もうその時に、焼津テレビ地味になってましたからね。あ、はい。焼津テレビ代表っていうことで、やってましたけど、なんか、そういう形なのかみたいな、ね。もちろん、ありがたいことなんですけども。で、大体こう、コンテストみたいなものって、案外ほら、なんかこう、仕込みじゃねえのとか、なんかもう、わざと、なんかまあ、最初から決まってんじゃないのみたいな感じ、全然なかったよ。ねえ。だからもうね、ずっと、どうしようって。5人ぐらい、審査員の方がいらして、どうしようだったんですよ。で、あのコンテストってのは金の卵箱ですから、これから卵のミュージシャンを応援しようっていう形だったんですね。そうすると仕込みって卵じゃないじゃないですか、仕込んでるやつなんか。だから仕込んでるわけがないんですよ。で実際もうライブハウスでバリバリやってるね、ミュージシャンの方もいたし、実際もう評価が定まった方もいた。あと、もう全然、もう、初めてステージぐらいの人もいたけど、でも、みんな結構横一線になったような気がするんですよね。で、その中で、何が、大きく審査の時に、決め手になったかっていうと、応援したいっていう気持ちなんですよ。だって、卵なんだもん。温めて返して、これから育てていくっていうことで、応援したいっていう感じだった。そうなんですよ。ねえ。だからそういう意味では、非常になんか今言い方にちょっとあれが、問題があるかもしれないんだけど、うまい下手じゃなかった。もしかしたら技術的にもっとギターバリバリ弾ける人とか、めっちゃ歌唱力のある人はいたかもしれない。
だけど、まあそうじゃないんですよね。で実際そのまあアキラさんなんかわかるじゃないですか。うまきゃいいってもんじゃないでしょ。ねえ、そうもう全然違うじゃないですか。あ、この人応援しようとかねえ、ヒロミさんもそうじゃないですか。ねえ、あの応援したいってうまい下手じゃないですよね。なんかこう、まあ、今こうやってね曲聴いていただいて、絶対応援したい。エールって曲で一応応援する曲なんだけど、でも応援したい。ありがとうございます。そういう感じだった。ねえ、だからそれはそのこれからそのどんどん育っていく姿を見たいっていう気持ちだったし、ええ、それからなんていうんですかね、で今すごいもうあわあわじゃないですか。正直な話、緊張してます？してますだけど歌ってる時そんな感じ全然しなかったですよ。歌ってる時が一番気が楽。あ、そうで、最初挨拶した時あわわわわってだってなんかね聞こえたんですよ。あわわわって言ってなかったけど、僕そう浜小箱のコンテストの当日の時に私たち見ている人 には春風さんがあわわわわっていう声が聞こえた。だから大丈夫かなって思ったらねえ、エールもね、はい、はい、当日歌いました。はい、のね、おーっと思ってがっちり掴んだんですよ。その時に、あれすごかったですね。空気変わりましたからね。ありがとうございます。やっぱり歌ってる時のが楽。あ、そうです。それ、なんでしょう、なんか普通にライブをやってても、はい、歌ってる時は大丈夫なんですけど、MC になると途端になんかあわわわわわどうもみたいになっちゃう。何を喋ったらいいんだろうみたいになっちゃって、とりあえず歌ってもいいですかみたいな。あ、はい。なっちゃいます。あ、なるほど、そうですか。いやだからね、でもそれはね良かった。その今回はそのまあオープニングやって歌って喋りなんだけども、普通逆なんですよね。挨拶してちょっと喋ってから歌だから、その喋ってから歌、そうか、この番組もそういう展開にすればよかったな。でもね、一発かましてほしかったのよ。いい歌歌ってほしかったの。ありがとうね、そういうわけなんですけども、で、はい、でもね、そこまでたどり着く、歌が一番楽だっていうところまでたどり着くのっていきなりじゃないじゃないですか。ね、なんでここにたどり着いたのか、そもそもギターで歌を歌おうっていうところからはどうなんだろうなっていう。あ、コメント入ってますね。ありがとうございます。小竹さんやっと見れた、ね、杉山さんも拍手のこう絵文字が入ってますよ。 ありがとうございます、ね、ちょっと私今メガネが壊れててコンタクトがないので、もうこのぐらい見えなくてすごい絵面よ。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ねえ、はい。ねえ。コンタクト買わないと。はい。スイブラス、ブラストさん、見れました。ありがとうございます。そう、生放送は、Facebook のアカウントからっていう形に今日なっておりますのでね。片山さん、はるかでちゃん、もう、すごい、みんな応援してるわけですよ。で、なんでこの、まあ、ギターを弾いて歌おうって思ったかですよね、まず。はい。ええ、きっかけっていうか、はい、ずっと音楽は好きだったんですけど、うん、ピアノを習い始めるまでは全然自分でなんだろう、ピッピッピッとなんだろう、鍵盤を触ってちょっとずつ弾くぐらいだったんですけど、はい、小学3年生の時にピアノを習い始めてから、なんとなくこうちょっと音楽が分かるようになってきて、はい、初めてすごく簡単な童謡みたいなのを小学5年生の時に、ええ、弟が生まれた段階で、こんにちは赤ちゃんっていう歌を作って、はい、さ、でそのあそっからなんだろう、作詞とか作曲とかをちょこちょこっとするようになったんですけど、まだギターはやってなくて、はい、ギターを始めたのは、ちゃんと弾き始めたのは高校3年生の時で、もう中学生の時におじにギターをもらって、そこからちょっとずつ弾くようになって、はい、っていう感じなんでしょう。でもなんか答えになってるかな、いや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 、ね、おじさんにもらったギター。あ、そうです、これは自分で買ったんですけど、初めて触ったのはおじさんにもらったギターでした。なんかピアノよりギターの方がしっくりくる感じってあったんですか。なんだろう、ピアノ私そんなに上手じゃなくて、なるほど、まあ、ギターも全然弾けないんですけど、弾き歌いをするより
あ、弾き歌いに関、弾き語りに関しては、私はピアノよりギターの方が全然楽だなって思ったので、今もう、ま、ピアノもやったりするんですけど、うんうん、ピアノ曲も何曲かあるんですけど、はい、ギターの方が楽なのでギターは分かり、まあ、やってないか分かんないですからね、はい、そういうのってね。あとはギターのシンプルに音が好きなので。あー、なるほど、ええ、はい、コメントバンバン入ってますよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、中島さんかな、可愛らしい。あ、ごめん。いやー、そんな、ね、大ちゃんですっていうのは、ありがとうございます、はい、はい、お友達の方ですか。はいはい、この方はこの前対バンした方です。片山さん、片山さん、はい、アニマルネストまたよろしくお願いします。はい、ああ、7月のやっぱりちょっと名前が違ったので、なるほどなるほど、そうなんですね。アカウント、あの、Facebook だと、あの、本名で、あの、はい、登録してる人が多いので、そうなんですよ。ありがとうございます。いや、いや、素晴らしいですね。はい、で、まあ、エールっていう曲もそうだし、結構だ、誰か特定の誰かに向けてのっていう意味合いがかなり強いような気がするんですけど、エールは、はい、それこそ上京する妹に夜中手紙を書いてた時に、はい、あ、これ歌にしたらいいんじゃないかと思って一晩でバーって書いてて、でもなんか他もなんか初め作ってた初めの頃は自分に関する歌がすごく多かったんですよ、はい、自分の過去とか、なんかこう思い出について歌う歌が多かったんですけど、最近になってからその妹に書くだとか、はい、なんだろう、ある小説、好きな小説に勝手にテーマソングを書くとか、あとはその自分が高校時代の時になんか嫌だったなって思ったことを消化させるために書いたりとか、うん、なんかいろんな目的というかいろんな感じで書いてます、はい、あ、そう、嫌なことって歌にしたり、まあ、もしかしたら小説とかもしかしたら漫画とか絵とかかもしれないんだけど、なんか軽くなりますよね。そうですね、なんかすっきりした、すっきりしたって感じになるし、それ歌ってて、それでそれ聞いた人が分かるとか、それを曲に好きな曲とか言うとまたさらにこう、はい、すっきりしますよね、はい、分かります、そういうのね、はい、そういう、だから自分の中のこうモヤモヤっとしたものを出したりとか、それこそ妹さんがちょっと心配な気持ちだったりとかっていうのがね、それがみんなに広がってって、みんなのその悩みとかそういうのもこうちょっと軽くなるみたいな、いいことしてる。あ、そうだといいなと思います。いや、本当にね、それはね、すごく重要なことかなと思うんですけども、で、どうですか、金の卵箱コンテストでグランプリを取って、で、反響的なところはすごく、なんか私もこんなにいろんな方に一気に聞いてもらえるようになると思ってなくて、はい、その金の卵箱コンテストを見に来てくださってた、いつもその浜あこ箱のイベントに来てくださっているお客さんとかから、こうだんだん広がっていって、はい、もうなんか前より全然なんかいいねしてもらえる回数とか、なんか YouTube にの回数、再生回数とかがちょっとずつ増えてて、はい、あとライブもその私と面識がない人にライブに来てもらえたりとかして、すごいありがたいなって、あとは人とのつながりが増えたりとか、はい、イベントに誘ってもらえることが増えたりとかしてます。いや、素晴らしいですね、はい、また積極的にこうアピールがあるなとは思ったんですよ。だって動画もバンバン上げるし、新しい曲とかももうワンフレーズとかでも結構バンバン上げるでしょ。そうです、そうです、ね、すごいなと思って。ね、案外ね、なんかこうミュージシャンの人とか音楽やってる人って、なんかいいものにしないといけないっていう気持ちが強すぎて、ちゃんとやらなきゃ、だからすごいいい曲だからこれみんなに聞いてもらえないよとか、いやちょっとまだまだとか言いながら全然公開しないうちに、なんかそのうちやんなくなっちゃうとかね、ちゃんと少しずつでもバンって上げて、でしかもいい反響返ってくるじゃないですか、それすごくいいと思うんですよ。シンプルに承認欲求が強いんです。うん、あのね野心を感じる。成り上がってやろうという野心をちょっと感じた。これはいいと思ったのは、もう今すぐ聴いてほしいって思っちゃう。それすごいいいですわ。ねえ、だから今、だからやろうっていう人でもなんかちょっと足踏みしてる、いる人いると思うんですよ。飛び出せない人とか。でもね、どんどんやるべきだと思うんですよね。だからその、いや、どんどんやるべきだっていう、その姿をちゃんと見せてくれてると思うんですよね。
で、それで反響もらって、で、ライブとかでもね、あ、知ってる人、だって、ライブでね、受ける条件の一つって、知ってる人なんですよ。あー、なるほど。あの人、動画で見たことあるとか、ね、それこそ、この前のコンテストですごい評価高かったっていう人だと、もう、いいイメージで聞くから、うん、そう、もしかしたらね、どんなに うまい、素晴らしい曲をやっても知らない人がやってると、うんうん、案外ね見てもらえないかもしれない、うんうんうん、そう、私もあれですわ、焼津テレビのおかげで結構はい、いやでも本当にねその反響の高さみたいなものはこの前の音園あね、はい、浜松の駅前の広場でやったあれでもすごかったですね、はいはい、本当にありがたい、ね、私は結構ワードの方に行って最後のそのね挨拶のところ辺をでものすごい列並んでたじゃないですか、はい、CD とかあと CD がなくなっても握手してくださいとか写真撮ってくださいとか私まで写真撮ってくださいって言われましたからねよくわかんないんだけどありがとうございます本当にね。だからそういうなんかみんなに知られやっぱり焼津テレビ見たっていうそういう人がたくさんこう私にも声かけてくれるしね金の卵箱もそうだしそういうね動画も見ましたっていうのもあったんですよねすごくね、はい、だからそれはね良い流れができているんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はいはい、さてこれからどうしましょう。これからどんな目標を、はい、今いろいろ考えてることがたくさんあって、あ、はい、ちょっとずつなんですけど、はい、先に告知、告知いきましょうか。告知、はい、じゃあこの流れで告知いきましょう。ババン、はい、6月25日の火曜日に初めて浜松の箱でやらせていただくんですけど、はい、カバーの上島さんの、はい、上島純のすごいですね、主演演奏機ボリューム6カバーナイト場所はお浜松窓枠。そうです、いいとこですよ、はい、2階はすごい雰囲気がいいとこなんですよね、はい、窓枠に2階のカフェ青空というところで、はい、いわゆるアコースティックライブみたいな感じになりますね。はい、はい、上島さんと、あと、里美さん、はい、はい、と春風さんと、はい、3人で、はい、やるんですね。こんな感じで、はい、はい、会場18時30分、開演19時30分、はい、はい、1500円プラスワンドリンク500円、はい、はい、カバーと、はい、カバー、誰のカバー、いろいろやるんですけど、私小さい頃からすごい生き物係が好きなので、はい、生き物係を中心にやるのかな、わからない、まだ決めてないですけど、生き物係は絶対やります。あ、いいですね。はい、だからこうやっぱりこの番組でやられるときに春風さんのルーツを知りたいっていうコメントもあったので、まあ、そのルーツの一つに生き物係があるということで、根強いです。あ、そうですね、そういうなんかここで喋るよりももしかしたらライブでね、もう体感していただくこれが春風さんのルーツかっていうのをね知っていただければと思いますし、そしてさらに6月30日はババン、ツーマンライブをやります。すごいですね。はい、去年はその方のワンマンライブにオープニングのアートで呼んでいただいたんですけど、はい、はい、海月真奈さんですか。水木真奈さん、水木さん、水木真奈さん、はい、活動されてる方で、はい、高田馬場の、あ、そうです、すごいですね、東京で、はい、ツーマンライブ、はい、すごいですね、はい、もうね動員が怖くてねできないですよ、そんなツーマンとかね素晴らしいですね、お二人のね実力を発揮する場になるかなと思います。緊張です、ね、いや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 、6月30日日曜日ですからね、はい、日曜日の昼間なので、ぜひ遠方からもこう応援に来ていただけたら、いいですね、はい、はい、そうなんですよ、ということでこの2つありますけど、また7月8月にもライブが控えているんですよね。はい、はいはい、ツーマンライブと企画ライブを今同時進行で計画中。素晴らしい、はい、はいはい、コメント来てますね、
やっぱりこう窓枠うなぎパイ投げる場所ハマーズですから、うなぎパイ投げる場所なんですか、何なんでしょうかね、私はどうなんでしょうね、なあのあと、そうですね、あとあやっぱ野心ってとこ反応があるんだ生き物係ありがとう、妻行っちゃうって、もうどんどん皆さんにねいらしていただければと思いますので、はい、はいはい、ということでですね、もう時間が、あら、はい、あのもうカメラが別カメラスタンバイしてますので、今手見えてますからねじゃあね、このライブに来てもらいたいという気持ちを込めつつですね、野心も込めつつですねじゃあ2曲目曲紹介お願いします。どっちしようか、今あと何分のこと、いやもういいです、いいです、いいですよね、はい、うん、大丈夫です、プロデューサー OK 出ましたから、じゃあ長い方を、はい、ハマー小箱のコンテストでも出していただきました、さよなら3月っていう、さっきのは前向きな曲だったんですけど、これは嫌な思い出をなんとか綺麗に、あ、いや、なんとかうまいこと曲にできないかと思って作った曲です、案外綺麗になった曲です、さよなら3月っていう曲です、聴いてください。
ったよ。ジミーと生かしたやつ第168回のゲストはミュージシャンのはるかさんでした。イエー、ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございました。この後は最後の撮影会、もうちょっとそのまま、はい、チーズ、カシャ。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？間違えました。全然問題ない。全然問題ない。全然問題ない。これは今どういう状態ですか？今まだカメラ回ってる。あ、これは別カメラなんです。別カメラ。はい、ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうパチパチがついてますよ。はい、すごいいいね、バンバンついてますよ。バンバンついてますよ。ありがとうございます。素晴らしいですね。いや、この後撮影会なんですけど、もうまだねカメラずっと回りっぱなしなんですよ。